ヤッホーカネです。ヤッホーマネです。ヤッホーカネです。あ、はい、今回はですね、まゆちゃんから、まゆちゃんからのリクエストでマック 1万円分に1円分ベストをいただいたマック1万円分に挑戦していきたいと思います。でも今回は5000円分でいきたいと思います。食べれる自信はありますか？あります。私は多分無理だと思います。私は1000円ぐらい1000円ぐらいいつも食べて結構満足するタイプなので、多分無理なんじゃないかなっていう気持ちです。いや、おねはね、頑張ります。食べます。やっぱ食べれるまで帰れませんみたいな感じです。あ、いける、いける、頑張る。あ、朝食に行ってきましたか？あ、そうだね、そう、朝食抜いたので、もうお腹空きました。見ててください。うわレッドペッパーとチーズ。あ、そういうことね。で、テリヤキチキンフィレオで、マクフライドポテト M で、クーです。クー、飲み物。あーで、テリヤキマックバーガーとマックフライポテト M とコーラ M です。スパービーセットの、なんかマックポテト M、スプライト M です。マックフルーリー、なんかオレオクッキーのアイスと、うん、マックなんちゃらマックフレンズのブルーハワイ、新作のね、ブルーハワイのジュースを買いました。めっちゃ美味しそうよね。そう、バイ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 。で、ナゲット15ピース買いました。で、で、これはマックフライドポテト L を2個頼みました。え、なんかね、めっちゃね、なんかなかったよね。そう、そう、余っちゃったからね。合計は4630円でした。まあ、もうちょっと買えた。けど、まあ、まあまあまあ。まあまあ、通い3人なんです。手を合わせてください。合わせました。言わない。おいしいご飯、いただきます。いただきます。いただきます。アイスからね、アイスからね、いけるから。どうやって食べるの？混ぜる。おー、混ぜる。え、混ぜんと？え、混ぜん。あ、で、カップ取る。カップ取る。取って時間かかりますね。食べましょうか。あ、もう溶けてるよ。はい、もうカメラ切れちゃった。いただきます。いただきます。え、めっちゃ美味しくない？オリオやけ、あのサク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 、食感が美味しいです。お父さんがね、今食べたいのに見せびらかして食べてくるんですよ。いいよね。最近マック食べてないよね。久しぶりね。うん、久しぶりにさ、初めて頼んだばっかのやつやけん。よかったですね、企画通って。はい。1万円はちょっときついと思う、3人だと。え、いけますよ。うんうん、いやー、きついよ。え無理と思う。それとか、でも1個しかないから今回はやってるけど、なんて言ってんのか分からない。1万円だとセットが何個もあるじゃないですか。でも今回セット、5000円だから1人1個だから絶対いけるんですよ、セットは。で、プラスポテト L でみんなで食べればいいし、これもすぐ食べ終わるし、飲み終わるし、まあ、これは頑張ってって感じだけど、いけます。おいしい。うん、見ちゃいますよ。お、指くわえて眺めてるだけなんだ。
ブルーハワイナウ、あれ間違えたハワイナウやった。マックフィズブルーハワイっていうやつですね。もう夏にぴったりじゃない、うん、ね、色鮮やかだし、うん、なんかグラデーション的な感じで海でね、ね、泳いどってない、なんかそういうこと、そうなんかね、ラムネっぽい。うん、わかるわかる、ね、ラムネが溶けた、ね、なんか中に入れてる、サイダーって、あ、冷たい、何なんかさ、ガリガリくん、あ、そうわかるガリガリくん、ガリガリくん味、うん、冷たいけど、え、でも炭酸弱いよ、うん、炭酸苦手ってことになったみたい、うん、なんか飲み物だけ飲んだらあれになりそう、なんかマックとあれになりそう、あ、そうだね私はあのスプライトを頼みました。はい、姉はコーラを頼みました。私はクーを頼みました。せーの、ディアラッピー、あ、そうそうじゃあバーガー食べよう、食べようか、うん、あ、たまるよなんか、こんな感じです。わからそうです。おまついてたんですね。こんな感じです。これはいつも食べてるやつです。なんか私だけごま飯ついてない。何ですか？照り焼きチキンフィレオ。ああ、わからん。初めてなんですよ。私マックポークってやつしか食べたことなくて、なくなってたんですよ。で、もうショックすぎて。はい、はい、じゃじゃーん。はい、じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、せーの、いただきます。何回目か、ね、ね、私、アジャマックの、ソーセージマフィンが好きで、なんか製造何か、え、家でしないんですか、製造ない、お父さん座り、うーんなんか家で、ご飯代がこんな低いんで製造するんですよ、油かくんですよ、うーん、慣れとる、絶対、茶道部とか無理、茶道部ってあるんかな、ありますよ、ありますね、結構レアだよね、茶道部ね、うん、ちなみにマック派ですか、モス派ですか、マック派、あ、やっぱマックが好きなんですね、でもバーガーはモス派、早そう、でも小6とか、じゃあ小学校の頃はいつも最後までいたけど、あの中学生になってなんか成長したんですよね、まあ、もうね、なんとなく食べるの遅そうだなってのは予想してたんで、じゃあ次、何食べる、あ、そっか、あの全部出してる、あ、そうだね、ケチャップつける人いや、うん、どっち派？ケチャップかな、何あれ、つける、うん、あ、なんか、うん、分からん、結構分かれるよね、うん、じゃあポテトカリカリ派か、シュンシュン、シュンどっちも、あ、で、私シャカシャカチキンを食べたい、辛いから、うん、まあなんとかじゃないかな、結構苦しい、ね、おお、なんか結構ジュースが結構きますね、ハイレーズみたいな、ハムちゃんもけどハムスターに、あーあー、くしゃみでしょ、ハイレーズ、あ、めたくそやん、こんな感じ赤いね、うん、辛いよ、え、じゃあ先に開けます。開封。これ開封いつも解凍って呼んでます。
し。ルイジアナホットソース。あ、わかる。あ、いやー。辛い？ちょっと。でも、なんか、カレーの味がする。うん、あ、カレーだこれ。え、何これ、クジラの形してない？どうすか、結構きついんじゃないですか。ほらね、まだ皆さん、これもこれもありますよ。なんで大丈夫、これもこれもこれもこれ、小羽ちゃん全部食べるじゃないって。え、そんなことない。だって余裕とは言ってましたよね、最初。私はもう絶対無理無理って最初からぶつけてたので。じゃ1万円やっぱすごいですよ。これ2倍ですからね。無理無理っすよ。え、でもアリサちゃんいたらチョコとはあいけそうじゃないですか。4人いればいけると思います。無理。え、カレー食べましょう。それ辛くない？はい、カレーに見えません。 L チェキ、エルチキタイム、ワン、ツー、シー、フルシー、タキはエルチキチキ、カナリー、チキはエルチキチキ、アンバリー、トリキもエルチキチキ、エルバーディー、チキチキ、エルチキ、パコ。はい、今回ですね、マック5000円分頼んだんですが、全部食べきれませんでしたね。はい、はい、あ、5000円でよかった。でも、3000円でいいんじゃないかな。うん、そのぐらいでいいと思う。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、次はね、他のにも挑戦してみましょう。うんうんうん。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。